月の23日、あ、4だ、4です。今これあやさん何やってるの？ビール飲んでます。はい、のんべあやさんビール飲んでます。今僕たちはタイのサッカーリーグ2部リーグのアーミー対カスタムユナイテッドでサッカーチーム行きます。アーミーはアデミックがトレーナーとして頑張ってくれてます。今ハーフタイムで1対1、でハーフタイムと言ったらちょっと喉が開いたんでビール、どっちの日だね、これビール、このでっかいので60バーツ、180、200円したよ。これが1本10だから4つ買ったから200バーツ、100バーツだ、僕350円ぐらい。もう日本じゃ考えられない値段だよ。ああ、ない、本当だ。そう、もうね、だからね、日本はね、そのスタジアムとか野球場もう高いからね、こう気軽に食べれるのすごい嬉しいです。今日はだから、なんだ、最初は午前中、まあ2時か、ブラインドサッカーとデフサッカーのフットサルの決勝、日本対イランの試合で、残念日本は4対0で負けた、準優勝。まずあれ、皆さんは、まあ、まあそんなことよりご飯食べたいということで、あ、もう今から後半始まります。金光、あそこ見えるかな、金光です。ということで、まあ後半アーミーが勝つように終わりたいと思います。じゃあ頑張る、なんかいいことある、はい、はい、じゃあ後半も頑張るぞ、イエイ。